はい、今回はですね、ダークニャン曹操とダークニャンの必殺技をチェックしてみたいと思います。ダークニャン曹操、こちらですね、必殺技がダークニャイトクロウ。武将妖怪なのでめちゃめちゃこれもかっこいい姿になってますね。カブト、カブトってか頭に帽子みたいなのかぶってんだよね。マントもちょっとかっこいい。で、普通のダークニャンがこちらです。こちらも必殺技ダークニャイトクロウ。よいしょ。今回戦う敵、こちら超大森神社のダークニャン曹操でいきます。さあ頑張ろうか。はい、来ましたね。あれ難しい、これどっちだ。見た目結構似てるな。ダークニャン曹操がこれ、クローニとかは分かりやすいけど、これが普通のダークニャン。あ、激ムズ。んーや、これがダークニャン曹操。ダークニャン曹操ってさ、なんか帽子かぶっててメイドみたいな感じに見えんねんけど、気のせいかな。やばい、ちょっと油断してると負けるな。ダークニャン曹操必殺技ゲージ満タン、 OK。 いいよ、これがダークニャンね。よいしょ。ダークニャンどこだ。しゃ、まずダークニャンからいきます。真ん中にダークニャンのさ、頭の形したみたいなやつが影出てきたよね。ダークニャイトクロウ、これ見ました。今のなんか竜みたいな影出てきましたよね。冬なんじゃない、ダークニャン曹操の方微妙に演出が違う。最後の決めポーズのところも微妙に違いますね。曹操の方はなんかドヤみたいな。で、普通のダークニャンはくるくる回ってますね。かっこいい。